WWS チャンネルをご覧の皆さん、伊藤桃です。はい、初めての出演で結構さっき会場も見たんですけど、たくさん人がいてびっくりしました。緊張、いつも緊張しちゃうので、今回こそ堂々とランウェイを歩きたいなと思います。このシースルーワンピっていうのかな、透け感がすごく女の子っぽくて、夏っぽくて可愛らしいです。女の子っぽい感じです、全体的に。と髪の毛も結構こだわってちゃんと、はい、トップはボリュームを出したりとかして洋服に合わせました。はい、今年挑戦したいことは、自分のプロデュース商品をたくさん出すことです。つけまとか、つけまつげとかコスメとか出したいなと思ってます。白ギャルを私は好きでずっとやってて、なんか白ギャルといえば目は垂れ目にメイクをするので、こう垂れ目に甘くなる顔の白ギャルがつけるつけまを作りたいなって思ってます。いつも応援ありがとうございます。これからももっともっと頑張って活躍していくので、皆さんずっと応援していただけるとありがたいです。これからもよろしくお願いします。